イコール DeepL という関数ね。で、カッコ。で、ここを指定してカッコ閉じると。で、エンターとします。はい、このようになりました。これどうですか？これ Google 翻訳と DeepL の翻訳。これ全然違うでしょ？この DeepL の翻訳はより自然で、これ Google 翻訳より DeepL 使った方がいいと思います。はい、皆さんこんにちは。Google スプレッドシートにはこの Google トランスレートという、日本語を、ね、英語に翻訳してくれる、こういった関数があるんですけど、例えばこんな風にね、入力してエンターを押すと翻訳すると、こんな感じですね。で、これさらにこの精度の高い DeepL 翻訳はできないかということで、早速 DeepL の関数をね、作ってみたいと思います。で、この DeepL 翻訳をするためには、まずこの YouTube の概要欄をクリックして、こちらのページを開いて DeepL のアカウントを作成する必要があります。で、ここで、無料で登録するをクリックして、で、この無料版ですね、こちらを、押します。で、ここにメールアドレスとパスワードを入力します。そしたらば次に名前とそれから住所を入力します。で、住所が入力し終わったら次にクレジットカードですね、これを入れます。そうすると DeepL API フリーのプランのご利用条件ということで、これは完全に無料ということで、さらに1ヶ月50万文字まで翻訳できるということです。で、読んだならばチェック入れて無料で登録をします。そうすると登録ありがとうございましたということで、ここで認証キーを取得します。アカウントを管理するをクリックして、で、そうするとアカウントとあるので、ここをクリックして、この下の方に、ここです、 DeepL API で使用する認証キーというのがあります。これをコピーします。で、このコピーした DeepL API をどこに貼り付けるかというと、この YouTube の概要欄の URL をクリックすると、コピー作成と出てきますので、これをクリックします。そうするとスプレッドシートが開きますから、ここに先ほどの認証キーを貼り付けてあげると。で、これで準備ができました。それでは早速翻訳をしてみましょう。で、シート2に見本がありますから、こちらが先ほどやった Google 翻訳です。では、こちらと対比するために、C のところに、イコール DeepL という関数ね。で、カッコ。で、ここを指定してカッコ閉じると。で、エンターとします。そうすると、このように翻訳ができました。最初だけちょっと時間かかります。では、下も翻訳してみましょう。DeepL。で、カッコ閉じて、このようになりました。これどうですか？これ、Google 翻訳と DeepL の翻訳。これ全然違うでしょ？この DeepL の翻訳は、より自然で、これ Google 翻訳より DeepL 使った方がいいと思います。そしてこの DeepL、 これ日本語から英語だけではなくて、こちらシート1に戻って、候補とありますから、例えば中国語、中国語 ZH と入れてあげます。で、シート2に戻って、これ一度消しますね。消してイコール DeepL カッコで、で、カッコ閉じてエンターとしてあげると、なんと中国語になりました。こちらも中国語で、いかがでしたでしょうか。このスプレッドシートで Google トランスレートではちょっと物足りないなと思った人には、ぜひこの DeepL の翻訳、これをおすすめします。この動画が気に入ったらチャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いします。